はい、どうもモコモチゲームスです。今日は一人でやってるんですけども、今平地に来ています。平地です。9月16日にアップデートが入って、ワールがですね、取れるようになりました。タールをですね、自動でたくさん取っとけば取れるようにしたいなと思いまして、今回少し工夫してみました。まずはグロースがどれだけ強いか戦いに行ってみたいと思います。レッツゴー。おりゃあ、うわあ、なんだこれ、うわあ、ミシ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 、うわあ、やば、うーわ、強っ、おりゃあ、うわあ、すごっ、うわあ、これ無理だ、攻撃。飯食い忘れてた。強いです。いやー、ものすごく強いです。ちょっとですね、これだとタールが全然取れないと思うので、先ほど言った通り自動で集める、ようなシステムを作りました。ご覧ください。はい、皆さん見てください。このようにですね、グロウスが湧き出てくるですね、ところを広めに柵で囲ってですね、テイムしたロックスをですね、この中に入れてどんどんやってもらおうと思います。はい、このように観察するちっちゃな拠点というか、建てました。このようにですね、定期的に湧き出てくる、グロウスをですね、ロックスが全部倒してくれてですね、そこでアイテムだけ回収に行くような形になってます。このように戦ってくれます。ロックスも結構ダメージ食らうんですよね。そこら辺が心配ですが、おお、このように自動生成します。飼っているとですね、このように倒した後のグロウスを倒した後に出るタールを取ることができます。たまにですね、このように柵もちょっと確認して直してってあげましょう。ロックスとグロウスは敵対関係にあるので、これでタールを大量に入手することができます。何時間か放置した結果なんですけども、このように174個ですね、集まりました。皆さんも試してみてください。お願いします。今日の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。